はい、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は一般の視聴者様を占った結果、依頼者番号70番の30代一般女性のですね、占い結果をお届けしたいと思います。実はですね、スガッティこの度携帯を iPhone 7から iPhone 10に切り替えたんですよ。はい、未だに10なのかよっていう話なんですが、もうね、スガッティももちろん iPhone 13にね、買い替えたいんですよ。もうお金がないんですね。なので未だにね、 iPhone 10を使ってるわけなんですが、で、まあこういった無料 YouTube 生命判断もそうだし、あとは LINE 占いとか自然堂での店頭対面占いもですね、いずれも LINE でのお申し込みということになってるんですね。お電話でのお申し込みお問い合わせは一切お断りしてるんです。 LINE でのみ受け付けてるんですね。で、その LINE の受付の窓口はですね、この QR コードを読み込んでいただいて、そうすると自動でスガッティの LINE に直接つながるようになっております。あとはまあこの動画のですね、説明欄にお問い合わせお申し込みをこちらみたいな感じで、URL が貼り付けてあるんですけれども、いずれにしても LINE でのみ受け付けているわけなんですが、そのですね、 LINE のトーク履歴が全部消えちゃったんですよ。ほら、あの LINE って携帯買い替えたりなんかすると LINE のほらトークの内容とか履歴が全部消えちゃうっていう特徴あるじゃないですか。ただ消えないためにバックアップっていうのをね、取っとくと消えないんですよ。だからスガッティもちろんその iPhone 7から10にね、切り替えるときにはもちろんバックアップ取りましたよ。なのに全てのトーク履歴がこんな感じ、こんな感じで何もかも皆さんとのやりとりが消えてしまったんですね。とっても悲しいです。でね、どうしてそのちゃんとねバックアップも取ってたのにトーク履歴全部消えちゃったんだと思って原因を調べましたら、一つはその切り替え作業中、その iPhone 7から iPhone 10にその LINE のねデータを切り替えてる、それ一瞬では切り替えられないんですよ。やっぱりこうデータのこのね、引き継ぎ業務っていうのがあって、その引き継ぎ業務中になんか LINE のねトークを着信しちゃうと、受信しちゃうとっていうのかな、そうするとトーク履歴が全部消えちゃうんですって。スガッティね、受信してたんですよ、3件ぐらい。その何、引き継ぎ業務中にね。はい、まあ本当にタイミングがねちょっとよろしくなかったのかなと思って、まあでもしょうがないですよね。お相手はそんなの知る由もなく、まあ LINE くださってるわけですからね、それはその方を責めるわけにもいかないんで、まあ、しょうがないですよね。皆さんお気をつけください。この引き継ぎ中にですね LINE 受信しちゃうとダメそうなんで、はい、本当に気をつけてください。そしてもう一つ理由がありまして、そのまあ iPhone なんですけども、 iPhone の OS っていうのがね、バージョンが古すぎたり新しすぎたりなんかすると、そのギャップでトーク履歴が引き継ぎできないんですって。それなんですよ。何せ iPhone 7でしたんでね、 iPhone 7から今度 iPhone 10で、この iPhone 10にはバージョン一番新しいね、その Office 15っていうのかな、一番新しい OS が入ってたんですよ。で、 iPhone 7は古い古い OS だったんですね。で、そのね、引き継ぎで LINE のトークが、うまく引き継ぎができなかったということなんですね。二つの原因がですね、二つとも当てはまってしまったという、なんともアンラッキーなですね、スガッティ。その皆さんとのトーク履歴が一切合切消えてしまったんですね。それにより、この YouTube 生命判断のですね、まあ、今回が依頼者番号70番なんですけれども、まだ順番が来ていない71番以降の方、その方々とのデータのやり取り、あ、トークのやり取りがですね、全部消えちゃったもんだから、誰からどんな依頼が来てたのかっていうのが、LINE の中で見れないんですよ。とはいえ、スガッティの方でも順番ごとに誰々さんから依頼が来てるっていうメモは控えてあるんですよ。でも、その、なんていうの、お名前がですね、例えば LINE のアカウント名を変更しちゃう人ってたまにいるでしょ？多分それだと思うんですけれども、LINE のアカウント名を変更しちゃったとか、あるいは依頼者様のお名前とそのアカウント名とが極端に違う場合などは、その LINE でね、検索かけても見つけられないんですよ。なので、まずは、例えば今回70番だけれども、次回ね、お届けする予定の依頼者番号71番の方、この男性なんだと思うんですけれども、あるいはもしかしたら息子さんなのかな、わかんないんだけど、その71番の方との連絡が今取れてないんですね。
で、それ以降の方とも、今、少しずつ、こう、LINE を検索して、で、探してる最中なんですが、まだ74番ぐらいまでしか、連絡のこの、やり取りができてなくてですね、それ以降の方までちょっと連絡ができてないんですね。なので、まだ順番が来ていない71番以降の方、ぜひですね、もう一度お手数ですが、スガッティ宛に LINE をください。至急お待ちしています。連絡ついた方はいいですよ。でも、連絡つかない方が結構多いんですよ。だからね、至急ご連絡お待ちしております。それではお待たせいたしました。今日のご依頼者様はですね、依頼者番号70番の30代一般女性の方になります。一旦画面を切り替えたいと思います。はい、それでは画面を切り替えまして、今回は依頼者番号70番30代一般女性の方のですね、占い結果をお届けしたいと思います。この依頼者番号70番の方までは、なんとかね、最近 LINE をね、やり取りしたばかりなので、トーク内容は保存できてないんですが、やり取りがね、した形跡が残ってましたんで、見つけることができました。はい、大丈夫ですよ。占います。で、何でもね、その依頼文を読み返してみますと、インスタグラムをね、きっかけで、このスガッティチャンネルを知っていただいたようで、本当に嬉しいです。はい。多分初めてのケースだと思います。スガッティチャンネルは、一応ね、LINE と Facebook と、あと、アメーバブログ?アメブロか。はい。あと、インスタグラムですね。はい。あと、Twitter か。はい。やってます。TikTok もやってたんですが、諦めました。もう TikTok は、なぜかわかんないけど、スガッティ動画が、コンプライアンス違反というかね、なんかコミュニティガイドラインに触れてしまうらしくて、何が触れてるのか全然わかんないんですよ。だから問い合わせてるんですけれども、答えてくれないんですね。まあ、合わせてね、インスタグラムとか、ツイッターとかフォローしていていただければ、こうやって動画がね、投稿されたことを見逃さずに、漏れなく、動画チェックできるんじゃないかなと思いますんでね。ぜひ、LINE とか、ツイッターとか、インスタグラムとかね、いくつか複数、フォローしていただけるとありがたいかなと思います。依頼者番号70番の方、ね、インスタグラムも多分フォローしてくださってるのかなと思うんですけれども、ありがとうございます。それで、占い結果なんですけれどもね、まずは双角ですね。このように36角が、これが、まあ、義理人情の極妻数という数字でございます。極道の妻、書いてありますね。まあ、この36角はダメンズ数といって、本当にね、こういう極道みたいな男ばっかりね、まとわりついてきて、で、このね、優しさ、人情味が溢れるもんですから、ついついね、姉御肌で面倒見ちゃって、で、お金を貸してとか、世話をしてみたいな感じで、で、ダメ男をね、世話しちゃって、ずるずる言ってしまうみたいな、シナリオの数字なんですね。あ、ちなみに、まずはね、こちら、出生名の方を今、占っております。そして、そうですね、この名前足す名前の合計が、これ22画なんですけれども、これが、全部の数字の中で一番、愛情を引き裂くパワーが強烈な、別れの象徴22画なんですよね。それが、まあ、家庭運とか金運の位置にありますんで、まあ、非常に、家族を、引き離す、家族愛を引き離すパワーが強い。なおかつ、双角がダメンズ数36角ですからね。まあ、必ずしもじゃないんですけれども、大体においてダメ男と結ばれやすいという、まあ、宿命にあります。そしてさらに、人生のですね、軸を決める、この内角の位置。この位置には、下げマンランキングワースト2位の、おじさんおばさん数23角を持ってるんですね。これも非常に未婚率、離婚率、そして死別率の高い数字でございます。このように、別れの象徴22画とか、下げマンランキングワースト2位のおじさんおばさん数23画などを組み合わせてのダメンズ数36画という双角ですから、まあ、ここには苗字は影響していませんと書いていますけれども、この苗字足す苗字の合計14画が、これ、家族疎遠数という数字でね、家族同士の関係性が疎遠になっちゃう数字なんですよね。だからやっぱり、離婚のリスクが高い22、23、36という数字、の、このね、離婚しやすさっていうのかな?はい。それに拍車がかかってくるわけなんですね。まあ、性格としましては、13、23って、この下一桁3系列っていうのは、非常に男らしさを表す数字ですんでね。特に23角っていうのは、俺流とかね、男性的なんて書いてあります通り、まあ、女性的の真逆の数字ですんで、とっても、まあ、サバサバしていて、男らしいというかね、まあ、いい意味でか悪い意味でかわかんないけども、まあ、ちょっと男っぽい性質になってしまうんですね。ちょっと他を寄せ付けないというか、なんていうか、まあ、愛想が悪いというか、こう、なんていうかな、そっけないというか、
こう自分主義というか個人主義というかね、そういう風になってしまいますんで、まあ、女性的なほんわかした優しいイメージがですね、ちょっと感じられないんですね。あと健康運において、もしかしたら多分依頼者様これ目が悪くなってるんじゃないかな、視力ね。あとはまあ晩年はですね、白内障とか緑内障とかその辺も注意していただきたいと思うんですけれども、多分視力が悪いんじゃないかなと思うんですよね。そうなってくると、まあ晩年はまあ今言った白内障緑内障とかもそうですけれども、あとはね、脳血管系っていうんですかね、くも膜下出血とか脳溢血とか脳梗塞とかその辺ですね。あとはまあもしね、このお酒を飲まれる場合、あの胃腸を壊すほど、体を壊すほどね、もしかしたらちょっと深酒になってしまいかねないので、気をつけてほしいかなと思います。ただ お酒に関してはこれ体質的なもんでもありますんでね、遺伝もあるんで、体質的にそもそもお酒飲めないっていう場合もねありますんで、そんな場合はねいいんですけれども、ちょっと体壊すほどお酒を深酒してしまいかねない数字ではありますね。で、この方あれですよね、現在の苗字はこちらに変わってるんですね。で、あのこの苗字なんですけれども、この2文字目これね、実際に書いた画数ときっと違うと思うんですね。実際には10画じゃないと思うんですよ。だけど姓名判断っていうのは旧字体でカウントするっていうね、これ鉄則がありますんで、なので依頼者様の場合はこれ2文字目ね、これ苗字の2文字目、今、10画になってます。で、まあ今の苗字が違うってことは、多分ね、まあお年も30代ですし、多分結婚によりなんだと思うんですけれども、まあ現在の数列がこちらですね。出生名よりも1画減ってるんです。36から35に変わったんですけどもね、一画違うだけで、この35画は縁の下の力持ちとか、内助の功という、これ、上げ満数という数字なんですね。内助の功っていうのは、直訳すると、上げ満っていう意味なんですけれども、つまり、これね、偶数、奇数で言うと、奇数っていうのは、実は男性エネルギー、偶数が女性エネルギーだったりするわけなんですけれども、だから、奇数のね、23画とか、13画とか、非常に男性的っていうお話、先ほどしましたけれどもね、この奇数の中でも、特に、男性的なんですけれども、そんな、奇数の中でも、この35画っていうのはちょっと別格で、女性が持った方が大吉っていうね、数字なんです。だから、依頼者さんね、これ、今35画になって、これがほら、下げ満数じゃないですか。相変わらずね、苗字が変わっても、同じ位置に、下げ満ランキングワースト2位の23画をね、持ち続けちゃってるんですよ。非常に珍しいケースだと思うんですけれども。でも、現在は、総画が35画に変わってくれてますんで、この、いつからね、何年ぐらい、この、今の苗字を名乗ってるのか、ちょっと、存じ上げませんが、この、年齢を重ねるごとに、徐々にね、この下げ満要素が、薄れて、この根っこであるね、35画の上げ満数が色濃くなってくれるはずですんで、年を重ねるごとにね。とはいえ、やっぱりね、生まれながらにして持ってるこの下げ満数、23画を、ずっと持ち続けてますんでね。これはやっぱり潜在能力として決して消すことができないね、要素なんだと思うんですけれども、特に13、23の組み合わせね、これ出生名でもね、13、23の組み合わせ持ってますよね。だからこの部分、特に男性的なエネルギーの部分は持ち続けることになります。そして12、22っていうね、2系列も2つになりましたね。この2系列っていうのは、この別れの象徴22画が表す通り、2っていうのはハサミみたいな、ほらチョキンチョキンって、これ2ですよね。2っていうのはね、このように引き裂くとか縁を切るとか、そういうね要素があるんですね。そんな下1桁2系列12、22を2つも持ってしまいましたんで、このように別れの象徴22画とかね、一家離散とかっていう形で、どちらもね別れる意味がありますよね。この部分がとても色濃く影響してくることになります。だから、まあ、占いの観点からすると、依頼者様が離婚しないのが不思議なぐらい、ちょっと非常に離婚リスクの高いお名前なんですね。まあ、出生名も、現在のお名前も。まあ、これで離婚してないんだとしたら不思議なぐらいなんですね。で、こうやってね、12、22の別れやすさを2つ合わせ持ちつつ、なおかつ、この、下げ満23画をずっと持ち続けつつなので、この総画35画、本来は上げ満数なんですが、この最後のキーワードをご覧ください。不本意な結婚ってありますよね。せっかくの上げ満数なのに、この35画っていうのは、結婚したことを後悔してしまいやすいっていう数字なんです。特に女性が持つとなんですけれどもね。で、依頼者様の場合、一昨年ぐらいまでが特に離婚しやすい時期がずっと続いてたんですよ。もう6、7年。だから離婚してるとすればね、一昨年頃までに離婚してそうなシナリオなんですね。けれども、まあもしね、今離婚していないんだとしたら、コロナ以降、去年からですよね。はい、徐々に少しずつですけれども落ち着きを取り戻しつつありますんで、
まあ、別れのエネルギーが徐々に和らいでくれているはずです。ただ、それっていうのは、旦那さんとの相性を見てみないことには、なんともね、はっきりとしたことは言えませんので、ぜひともですね、旦那さんとの相性も占わせていただきたいので、またぜひ追加でお申し込みください。あとは、まあね、ご結婚して何年ぐらいかわかんないですけども、もしね、お子さんいらっしゃるようであれば、お子さんもね、早めに占った方がいいと思いますんでね、なるべくお子さんが10歳になる前にね、占った方がいいんですよ。ほら、12歳とかになっちゃうと、もうほら、部活決めちゃうでしょ？部活動。そうなると、ほら、手遅れってこともないけども、ほら、進むべき道をね、間違っちゃうよりは、早めにね、部活を決める前に進むべき道が分かった方がいいじゃないですか。だから、できればね、10歳になる前に占った方が良かったりしますんで、お早めにお申し込みください。はい、今日はこんなところでございます。依頼者番号70番の、今日は一般女性の方ですね、占ってみました。お申し込みありがとうございました。そして、依頼者番号71番以降の依頼者様の皆さん、ぜひですね、大至急スガッティにご連絡ください。今、連絡を取る術がない状態でございます。大至急ご連絡をお待ちしております。はい、それではまた次回お会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。Na na 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 na